はい、皆さんこんにちは、カイカイです。この動画では E3 の AMD のキーノートプレスコンファレンスだっけ、キーノート、まあいいや、発表したことをお伝えていこうと思います。で、すでに見たから別にいいやっていう人もぜひ残っていってください。それ以外で AMD が直接そのライブ配信とかコンファレンスで発表したこと以外の情報をまとめた記事からも、記事っていうか動画かな、から撮った情報もまとめて入れていきますんで、新しい情報を期待できると思いますので、ぜひ残っていってください。で、情報の量がものすごいので、このさっき言った通りこの2つの部分、別の部分から情報を取ってきてるんで、情報の量ものすごいんで、かなり長い動画になるかもしれないと思われます。タイムスタンプを下に設置しておりますので、例えば、順序的には CPU、GPU で APU がちょっとあって、でマザボーについて話したいことがあるみたいな感じなんですけど、タイムスタンプ結構細かく設置しておきますね。例えばもう CPU とかどうでもいいから GPU だけ見せてくれっていう人はもうそこから飛んでください。じゃあ入っていきましょう。まずは CPU 関連の部分ですね。いくつか情報もあるんですけど、まずは発表されたもの見ていきましょう。前回のコンピューテックスで、Ryzen 7の 3700X、3800X で Ryzen 9の 3900X まで発表されましたが、今回のイベントで、いよいよ登場16コアですね。この16コアのやつが、Ryzen 9の 3950X ですね。スペックを軽く見ていきますと、16コア32スレッド、ベースクロック 3.5GHz、 ブーストクロック 4.7GHz、 キャッシュが全部で 72MB、 TDP が 105W となっております。軽く見ていくと、まあ、72MB は軽く想定できてたことですね。12コアの 3900X と同じ量となりますが、 Ryzen はもう CCX の数とキャッシュが比例する構造になっているので、72引き続きですね。 105W っていうのがかなり少なくて、かなり私の予想ですけど、もう一個下の 3900X、 あれが確かね、ベースクロック、ブーストクロックがなんだっけ、 3.8、4.6 とかだったかな。ベースクロック下げることで TDP を抑えてるんじゃないかなと。だからこの 105W っていうのが 3900X、 これより4コア少ないやつと同じ TDP なんですよね。なので、まあ、こういう TDP 全部一緒、大体同じ値になってますけど、期待じゃないな、信用できるものではないですからね。絶対多くなることは間違いないはずなので、まあ実際に発売された後にこのテックチューバーさんたちとかがおそらくサンプル送られて、それの動画を作ると思うんで、その時を待ちましょう。で、他の情報を見ていくと、値段が$750、まあ、600ぐらいだったらいいかなとか思ってたけど、全然上行きましたね、750。16コアのスレッドリッパーが確か800とかだったかな。なので、そこまで安くなくねって思うかもしれませんけど、マザーボードの値段が多分100ドル単位で違うっていうことと、こっちの方が、まあ、ゲーミング的なものとしてはスペックが高いっていうのを考慮すれば、まあ、妥当な値段なんじゃないかなと。それにコンシューマー向けで初の16コアですからね、まあ安いとは思いませんよ。これ以上安くてもねって感じ。期待はしてたけどね、文句は言えないって感じで、発売がまだ未定だけど9月中には発売って感じだそうです。今までに発表されてた12コアとかは7月7日の発表です、発表じゃない発売ですが、それより遅く出すみたいですね。まあこういうのはゆっくり出していって、この人々の視線を集め続けないといけませんからね、発売のマーケティングとしては。で、続いてはアーキテクチャ的な部分で、こっからはもう完全に E3 のあそこで発表された部分から逸脱しますので、この辺気になる人ぜひ聞いていってください。まずメモリについてですね。これはもう以前のこう Zen 2のリークとか、あの X570チップセットのリークとかで、リークってほどでもないか、もうある程度ほぼ公式で出てきてたようなもんですけど、メモリの速さがアピールされてるんですよね。今までの Ryzen っていうのがそのインフィニティファブリックっていうやつで、
CCX 同士とかをつないでるんですけど、そのインフィニティファブリックの速さっていうのがパソコンに搭載されてるメモリに比例するんですよね。ちょっと犬どけよいしょ。で比例するんですけど、比例するからメモリが速ければ速いほど CPU のパフォーマンスが上がるっていう風になってたんですよね。ただし Ryzen っていうのがその2つがリンクしてるせいで、どちらかが失敗すると両方死ぬみたいな感じになってて、まあ、どういうことかというと、メモリが速くなることでパフォーマンス増加する。で、メモリ速くなるとインフィニティファブリックの速さも増加するので、そちらのパフォーマンスも増加する。こう倍々で増加していくわけですよね。ただしインフィニティファブリックの速さに限界っていうのがあって、その限界を超えてしまうとメモリまでそれ以上超えれなくなってしまうので、どんくらいだったっけ、 3200MHz、 多分その辺とかでもうパフォーマンスが限界を迎えてしまうわけですよね、メモリの。ただし今回がメモリクロックがかなりサポートが強化されてて、確かね、公式でやったベンチマークじゃないな、テストでは、5000MHz 超えを普通に出せた。で、4200とかだったかな、そんくらいまでだったら結構簡単にいけるよみたいなこと言ってました。ただしこれにもちょっと、なんて言うんだろうね、トリックがあって、さっき言ってたインフィニティファブリックの速さがメモリの速さと比例するって言いましたけど、比例であってあくまでも同一ではないんですよね。 3733MHz までは1対1で増加していって、まあ、つまりインフィニティファブリックの速さがメモリの速さと完全に一致した状態で増加していくんですけど、 3733MHz 超えると2対1モードっていうのがに入って、要はインフィニティファブリックの速さがメモリの速さの半分になるっていうことですね。そこ超えるとそのインフィニティファブリックの遅さっていうものでレイテンシーが強くなって、特にゲーミングパフォーマンスなんかが打撃を受けてしまうので、 3733MHz の直前のメモリっていうのがだいたい 3600MHz あたりになるので、 AMD によるとまあ、一番このコスパがいいのが 3600MHz のメモリなんではなかろうかと、まあ、それは私も多分賛成ですかね。まあ、実際にベンチマークとかされるまで確定で何かを言うことっていうのはできないんですけど、まだですね。ここまでがメモリとインフィニティファブリックのことについて、で続いてがドライバー関連になるのかな。ドライバーまあいいや、とにかく Zen 2はファシジョンブーストオーバードライブってあるじゃないですか。あれ日本語でなんか名前あるのか知らんけど、私はもう企業を全部英語で見てるので、てか英語でしか出てないよねあれ、あれで要は自動オーバークロッキングですね。あれで普通に確かね Ryzen 7の 3800X までがデモされてたんですけど、そこで、プラス 200MHz のオーバークロッキングはもう自動的になされると、温度が許せば、温度が許すかつ、設定をオンにするっていう条件が満たされればもうプラス 200MHz ぐらいは自動的にやってくれるよみたいな感じですね。でここからちょっとオーバークロッキングの議論について入っていくんですけど、 3700X と 3800X が両方8コアなんですよね。でかつクロック数もそこまで違わないんですよね。ちょっと違うけどそこまで違わない。でこれじゃあこの2つちょっとクロック数が違う以外何が違うのかっていう予測がいろいろされてるんですけど、おそらくビニングの違いですよね。要は 3800X の方がものすごいオーバークロッキングできるよ的な感じ。 Zen 2が今までと違うのはクロック数が高いんですよ。 Zen プラスまでだと、まあ、4ちょい超えくらいが限界だったんですけど、 Zen 2はもうなんか 4.5 とか 4.8 とか普通に言ってるじゃないですか。 4.8 言ってないや、 4.7 だ、普通に言ってるじゃないですか。つまり今世代 Zen 2はかなりオーバークロッキング強いチップであると予想されます。なので、3700X、3800X 分けることによって 3700X はちょっとオーバークロッキングできるかもしれないけど、まあその辺でパフォーマンス頭打ちだよっていうチップで、 3800X がえりすぐりのチップで
もともとベースクロックも高いし、もともとベースのベースクロックとブーストクロックも高いし、そこからさらにブーストさせることもできるよ的なものになるかと思われます。まだ確定ではないですけどね。で、続いては CCX のデザインについてになります。ちょっと短いですけど、そこまで大きなものではないですけど、あの CCX 要はあのよくサムネとかに利用されてるあのリサース氏がこの CPU こう持ってドヤーってやってるやつあるじゃないですか。あれにこのモジュールが3つついてるじゃないですか。あの IO 台と CPU 台2つついてるじゃないですか。その CPU 台2つで1個あたり8コア入ってると予想されてましたけど、まあ 8×2 の構造ですね。それがなんか実は 4×2×2 的な構造になってるらしくて、その1つの台にさらに2つに分かれてて、その中に4コア8スレッド入ってるみたいな。それで4コア8スレッドのやつが2つまとまったやつが8コア16スレッドになって、それが1つの台に収まってて、2つの台をつけることによって 4×2×2 で16コアになってるみたいな。複雑ですね。まあこういうものはね、細分化するほど収率が良くなるんですよ。これ後で全く別の動画として出そうと思ってるんですけど、GPU の方でもうちょい詳しく言います。なんで今は進みましょう。続いてはクーラーについてですね。 AMD はあのインテルの方と違って基本的に全てのプロセッサにクーラーをつけるっていうことで知られてますけど、今回のクーラーは、Ryzen 7、Ryzen 9 の全ての CPU に対して、レイスプリズムのクーラーが同梱されてくるとのことです。レイスプリズムどんな感じだったの？何ワットの TDP だったかな。ちょっと待って、数字はちょっと見つからなかったんですけど、前の世代 2700X、 この 2700X が 105WTDP の CPU ですので、まあ、それと同じくらい出せるとして 105WTDP のクーラー、まあ悪くはないっていう感じですけど、良くもないって感じですよね。多分ね、 Ryzen 7の3800X ぐらいまでならね、普通に冷却できると思う。ただ 3900X と 3950X に関してはちょっと微妙なラインになってきて、オーバークロッキングするとなると間違いなく別のクーラーを買った方が良いと思います。まあ推冷するようなほどのものでもないと思うけどね。実際ね、いくつか面白い動画がちょっとありまして、猫がかなり面白いのありまして、実は空冷の方が水冷より良くねみたいな、AIO 関連のものですけど、 AIO よりも普通に空冷したがいいよみたいな。まあもちろんいい点悪い点ありますけど、値段とかも考慮するとね。まあカスタム水冷はもうちょっと別次元の話なんであれですけど、なんかそれたね。要はクーラーついてきてオーバークロッキングしないんなら多分それでいいよってことです。よし。まあここまで見た感じ CPU に関しては本当前の世代と比べて順当以上の強化って感じですよね。まあいろいろソフトウェア部分が改善されてますし、この前の世代とかに比べるとオーバークロッキングが大幅に増加するんではなかろうかということで、なんて言うんですかね、オーバークロッキングを楽しむ系の人たちにはかなりいいやつなんじゃないでしょうか。さて、そこまで行ったところで GPU の方を見ていきましょう。まずは発売された製品、この辺を見ていくんですけど、RX5700 シリーズですね。低い方、ローエンドの方から見ていきましょう。RX5700、 これが36コンピュートユニット、2304ストリームプロセッサ、テラフロップ数が 7.95、 メモリは GDDR6 8GB で、クロック数なんですけど、これが、下から順に1465、1625、1725ですね。3つあるのは、一番低いのがベースクロック。これが1465、ベースクロックですね。で、1725っていう一番高い数値がブーストクロック。これが最大のクロック数。で、この間にある1625っていうのが、AMD がゲーミングクロックと呼んでるもので、冷却とかを考慮したときに、まあゲーム中はこんくらいに落ち着くでしょうっていうクロック数ですね。
なんでこのゲーミングクロックっていうやつを目安にしていいっていうことなんでしょうかね。まあただしこのゲーミングクロックっていうのは冷却とかも考慮した数値ですので、実際どうなるかわからないですけど、 AIB パートナーとかがそのより強化されたクーラーをつけて発売することってあるじゃないですか。てか大体そうだけど、あの前回のレディアン7が全然 AIB パートナーモデルが出なくて何とも言えない感じになったんですけど、今回は多分結構でっかいこの発表発売ですので、 AIB パートナーモデルがいくつか出るといいなと思うんですけど、その出た場合おそらくこのブロワー式のものじゃなくて、もっとがっつりしたヒートシンクとファンがあるがっつりしたやつがあると予想されます。その場合は冷却が強化されているので、ゲーミングフロックがより高い位置に収まるかと思われます。まあブーストクロック超えれるかな、どうだろう、超えられたらいいな。で、続いてのモデルが RX5700XT ですね。これが40コンピュートユニット、さっきから4増えてるね。で、2560ストリームプロセッサ、 9.75 テラフロップス、メモリは同じく 8GB で、クロックスが下から順に1605、1755、1905メガヘルツですね。まあ1個下の5700と比べて、まあ順当なコンピュートユニット数の増加で、順当なクロック数の増加っていう感じですね。で、これね、実際の発表を見た人ならわかると思うんですが、2つね、形ちょっと違うんですよ。この5700が普通の四角形の感じの形で、で、5700XT がね、四角形の上の部分ちょいえぐれてるみたいな。どうにもね、聞くところによると、あのえぐれは、その気流を操作して、よりこの流れるように空気がこう通っていくようにして、冷却をパワーアップするぜ、イエイみたいな感じだそうです。あ、それと言ってなかったね。ワット数、TDP、5700が 180W。ちょっと多いですね、相変わらず。で、5700XT が 225W、さらに多い。まあそんなもんでしょ。で、かつ、値段がそれぞれ380W、$380ですね。ワットじゃねえや。で、 XT の方が$450で、この2つのグラフィックスカードそれぞれの対抗相手を考えると、まずベースモデルの方の5700が、$380で RTX2060 と対抗していくんですよね。で、この2060っていうのがおそらく確か$400ぐらいで出たんですけど、今 Amazon 見たらね、普通に$350とかのやつが出てるので、370とかだったかな、まあ、安いモデルも出てるので、この$380っていう値段はあまり良くはないよね。後から発売されて同じパフォーマンス出てるっていうことは負けてるので、まあただゲームによってはちょっと勝ち負けちょっとって感じでしたけど、まあ他の AIB パートナーのモデルがより安く出たりとか、AMD がよくやってるように、ゲームいくつかつけますよみたいなやつとかあれば、ちょっとはいい値段になるかもしれないけど、今の時点ではあまり良い値段とは言えませんね。で、この XT 版の方がちょっと別、ちょっと違う話で、RTX2070 と対抗するんですけど、この2070 Amazon 軽く見たらまだ$500前後いってるみたいで、そこから$50減らしてる値段で、ちょい勝つか勝たないかぐらいのパフォーマンスが出てるので、まあ値段対パフォーマンスを見ればかなりではないな、ちょっといい感じの値段となっていると思います。で、最後にもう一個発表されたのが RX5700XT の AMD50 周年記念モデル。これがね、コンピュートユニット数、ストリームプロセッサーがベースモデルじゃない、XT モデルと同じなんですが、クロック数が強化されておりまして、下から順に1680、1830、1980メガヘルツとなっております。値段は$500。まあ、なので、微強化、値段微増加みたいな感じで、まあ、うん、いいんじゃないかな、別に。それに、こういう記念モデルっていうのは、そこまでこのパフォーマンスとかは気にしなくていいと思うので、あくまでも記念モデルですからね。まあ少なくとも記念モデル 2700X よりかはいいですよ。こういう記念モデルとかでよくあるのが、ビニング軽くしてこうクロック数が高く出るやつだけを発売するみたいな、記念モデルとしてここでそれやってるんですよ。クロック数が普通の XT 版と比べてちょい高いので、パフォーマンスもちょっとだけ高めなんですよね。
記念モデルの 2700X、 あのライゼン7、前の世代のライゼン7 2700X はウィニングも何もされてなかったので、普通にあのリサスさんのサインが入ってる以外は全く一緒だったんですよね、パフォーマンスが。ちょっと残念でしたよね、あれは。で、これらすべて7月7日発売ですね。まあこれは今まで出てきてた情報と全く一緒か。で、ここちょっとスクリプト書いてるんですけど、冷却が全部ブロワー式、 AIB パートナーモデルがちょっとオーバークロッキング強化されるかもということです。で、続いて見ていくのが、GPU の台の大きさですね。この台が、大幅に縮小されておりまして、まあ、もちろん前回のあのレイディアン7と比べるとパフォーマンスの何価格帯、パフォーマンス帯がもうちょい下行ってるので台がちっちゃくなるのは当然なんですけど、7ナノメートルに縮んだことによっても台の物理的な大きさもちっちゃくなっておりまして、だいたいね400何ミリ平方だったのが200ちょい平方とかになってたのかな。すごいちっちゃくなってるんですよね。でこれが40コンピュートユニットで思うわけですよ。これが40コンピュートユニットで RTX2070 と拮抗する程度のパフォーマンスが出るんなら、80コンピュートユニット、100コンピュートユニットとあれば何かものすごいことはできるんじゃなかろうかみたいなことをこうなんか考え始めるわけですよね。で、実際考えるとこれあんまりいい考えではなくて、あのコンピュートユニット数が上がっていくにつれてこの収率がどんどん下がっていくんですよね、この生産収率で。上の方でも言いましたけど、この生産収率についてこう全く別の動画を作る予定なんですが、簡単に言うと1個ぶっ壊れてる確率と2個ぶっ壊れてる確率と3個ぶっ壊れてる確率、これ全部あの掛け合わせていくとコンピュートユニット数が増えていくにつれて全部生存する確率、この製品、最終的な製品として全部生存する確率がこう なんて言うんだろうね、ものすごい勢いで下がっていくわけですよ。まあ、その辺その別の動画の方でちゃんと数とか交えて解説するので、ぜひ気になる方はお待ちください、それを。ただし、ここで入ってくるのがチップレットデザイン。このチップレットデザインっていうのを考えると生産収率はかなりグッと戻すことができるんですよね。これはまた計算も交えて語っていきますので、ぜひそちらをお待ちください。で、続いて見ていくのが、この新しい GPU のエンコードとデコード機能の強化ですね。まあ、そのままなんですけど、例えば、動画のエンコードするときに、まあ、書き出しするときに、普通 CPU だけでやるんですけど、GPU でこのデコード部分だったかな、確か、を担当してもらうことですごく速くなるんですよね。で、この強化が、この機能が強化されてると。これによって例えば、なんて言うんですかね、動画の生放送、このゲーム実況の生放送するぞみたいな人とかはこの機能が強化されてることによってエンコードが速くなって、よりこのストリーミングの時にフレーム落とさなくなるとかっていうことがあるのかもしれません。あとこの GPGPU 機能による動画のエンコードも速くなるのかもしれませんね。今のところ全てのチップメーカーたちがこの機能を何らかの形で入れておりまして、確かインテルがクイックシンク、 NVIDIA が NVENC、 AMD がド忘れしたけど、まあ、同じようなやつがあるということで、 GPU を利用した CPU 機能の補助加速化ですね。で、続いてレイトレーシングちょっと見ていきましょう。現時点でナビの GPU にハードウェアベースのレイトレはないと、もう確定してます。ないです、ハードウェアベースのやつは。ソフトウェアベースではやるそうです。ソフトウェアベースっていうのかな、つまりレイトレ専用のコア、NVIDIA はレイトレーシングコアってそのまま呼んでたけど、そういうものはないけど、従来式の GPU のコアである、なんていうのかな、あれシェーダーユニットによるレイトレは
あるそうです。まあ特化したやつではないので、レイトレーシングコアと比べるとパフォーマンスは大幅に下がると予想されますが、値段との引き換えですよね。こうレイトレーシングコアを入れると値段上がっちゃうんで。でレイトレーシング実際に欲しい人って何人いるのかって考えると、皆さんどうですかね、コメントで教えていただければ良いんですけど、私個人的には全然いやいいですみたいな感じなんですけど。でこっからこのプレステとか Xbox の次世代コンソールの話に入っていくんですけど、2人ともねレイトレーシングありと言ってるんですね、 Xbox プレイステーション。しかも Xbox に至ってはハードウェアベースのレイトレーシングをやるぞっていう風に言ってしまってて、プレステの方がちょっとハードウェアベースって言ってた、明言してたかどうかは思い出せないんですけど、少なくとも片方はハードウェアベースのレイトレをサポートすると言ってるんですよね。ただし今世代のナビグラフィックスカードはハードウェアベースのレイトレアもうないと言ってしまってるので、もしかすると次世代のコンソールはこの確かねナビプラスだったかな、 RDNA2 マイクロアーキテクチャに基づいたナビプラスのグラフィックスカード、要は次の世代のナビグラフィックスカードですね、に基づいたカスタムチップでできているのかもしれないんですけど、それはあくまでも一つの可能性で、もう一個ある可能性が、次世代のコンソールこれがカスタムのチップですからね、この搭載されてるのがソニーマイクロソフトともにカスタムのチップ搭載されてるので、別今世代のナビアーキテクチャに基づいたやつでもカスタムですから、こうこれ入れてって言ったら入れてくれるんで、レイトレのコア入れてって言ったら入れてくれるので、今世代のナビアーキテクチャに基づいたやつだけどレイトレコア入れてもらってるみたいな可能性もあります。で続いてドライバー関連のものを見ていこうと思います。このゲーミング用のドライバーですね、確か7月1日配布で7月7日、つまり新しいグラフィックスカードと発売と同時に、適用開始とかなんかそんな感じだったと思うんですけど、要は新しいグラフィックスカードに向けて新機能を搭載するためのドライバーですね。でその中からいくつか機能を見ていくんですけど、まず1つ目、ディスプレイアウェアトゥーニング、チューニングどっちでもいいや日本人名あるんですけど、モニターのリフレッシュレート、まあ標準的なもので言えば 60Hz とか、それを感知してそれに合わせてフレームレートのキャップを設定する。例えばですね、1080p のモニター60Hz を持ってるとします。でこの5700シリーズのグラフィックスカードを持ってるとします。5700シリーズのグラフィックスカードあれば 1080p で 60Hz はね軽く超えることができるはずなんですよ。その場合グラフィックスカードからアウトプットされているフレームレートとモニターのフレームレートが一致しなくて、しかもグラフィックスカードがより早くいってしまっているので、確かねテアリングが起きるんだったかな、まあ、要は線が横線が入ってしまうんですよね。それを防ぐためにこのディスプレイアウェアチューニングっていうのはモニターのリフレッシュレートを自動的に感知してそれに合わせてグラフィックスカードにフレームレートキャップを設定すると、つまり最低でも上限は一致するっていうことになりますね。まあ、それでちょっとだけですけど見てくれは良くなるかと。まあ一番すごいのは自動的にやってくれるっていうことですよね。普通はゲームの設定内で確かやらないといけないんですけど、これ自動的にやってくれるんで楽と。で続いてがアンチラグ、これはねよくわかんない、俺もなんかね言ってたことをそのまま受け止めるなら、フレームのこの CPU と GPU のフレームのアウトプットを最適化することでクリックからの反応のラグを最大で 30% 減らすって私自身この書いてるんですけど、最適化ってなんだよとか、フレームのアウトプット CPU と GPU って何がみたいな感じになっちゃうんですけど、 AMD が言うにはクリックからのゲームの反応が 30% 減少すると。まあ、それに越したことはないので文句は言わないでおこうと。
で、もう一個が、このエンジン関係、ゲームエンジンじゃない、ドライバー関連ですね。ちょっとエンジンって言っちゃうのは、ドライバーの名前がレーディアンアドレナリンエンジンなので、まあドライバーです、ドライバー。この最後に発表じゃないな、ここでちょっと出しておこうと思う機能が、レーディアンイメージシャープニング、シャープニングですね。イメージシャープニングっていうやつで。機能自体としては、NVIDIA の DLSS 的なものに対応するものとなるんですけど、これが、要はシャープニングフィルター。よくモニターについてたりしますけど、これは GPU が担当するシャープニングフィルターで、ラグは存在しない。もう GPU で他の処理全部やってる時に一緒にやっちゃうので、追加のラグは存在しない。かつ、映像ちょっとくっきりなって、パフォーマンスはほぼ減少しない。AMD の発表によると 1% 前後ぐらいですね。1% 前後はそんな人の目で感知できるような処理能力の差ではないので。かつ、アップスケーリング機能も含まれているとのことです。要は、例えば、1440p のモニターを持っているとします。で、この 1440p のモニターで高いフレームレート出したいんだけど、それほどグラフィックスカードにパフォーマンスが存在しないと。じゃあ、1080p で映像を出力して、それをこのイメージシャープニング機能で、まず 1080p の映像を 1440p に拡大して、そこからこのシャープニングフィルターを適用することによって綺麗に見させる。もちろん 1440p、 元から 1440p だった映像ほど綺麗には見えませんけど、まあ人の目でわからない程度に綺麗になってくれればいいわけですから。人の目って意外とバカだからね。で、これが普通に GPU で処理されるものなので、Tensor Core、 NVIDIA が DLSS を、利用するために含めている Tensor Core とかいらないんですよね。この特殊な処理がいらない、もう単純な処理なので、 NVIDIA みたいに、ゲームの開発の段階からこれを適用しますって言って共同開発しないといけないようなものではなくて、要は後付けのフィルターですので、ゲーム自体がサポートする必要は全くなくて、要はどのゲームでもこれを適用できるということですね。ちょっとなんか説明が分かりにくくなっちゃった気がするけど、要は DLSS を安くできるとぐらいの気持ちで思ってください。 DLSS を安く、パフォーマンスほとんど影響されずにできると思ってください。で、これ見てて思ったんですけど、すでにコンソールでされてるんですよね。多分、あまり真に受けないで。まあ、要は言いたいことは、前の PS4 の動画でちょっと言ったんですけど、PS4 っていうのは、4K 出力一応するけど、あれ実は、確か 1800p か何かで、まず映像を出力するじゃないですか。しかもこの時の映像の出力は、チェッカーボードレンダリングっていうやつを利用して、要は5番の目上に、出力してるんですよね。で、つまりピクセル数半分しか出力しなくてよくて、その半分だけ出力したやつから、まあ元の映像はこんなもんだろうっていうのを予想して、半分埋まってないピクセルバーンって埋めるんですよね。で、埋めた状態からさらにそこからブワーって広げて、で、ちょっと端っことか整えたりしたら完成みたいな感じなんですよ。めっちゃズルしてるんですよね、映像としては。で、このズルのテクニックがここで言うイメージシャープニングに当たるものなんですよね。なので、もしこのレーディアンイメージシャープニングっていう機能がすでに PS4 とか Xbox に適用されてる、拡大シャープニング技術より高い機能を持っているんだったら、このレーディアンイメージシャープニングを次世代機に適用することで、より良いより鮮明な映像が見れるんじゃなかろうかというわけです。まあ次世代機、ソニー、マイクロソフトともに 8K 出力をサポートするとかなんかほざいてますけど、出せるわけないんですよね。なので多分今の段階でいうプレステ4プロの 4K 出力と同じような感じになって、まあなんでしょうね、 4K の映像を出力して
それをブワーって無理やり拡大して、でこのシャープニングフィルターか何かを適用してちょっと映像を整えて完成みたいな感じになると思うんですけど、まあもしこの映像がちゃんと綺麗だったら全然問題はないんですけどね。こういう機能すごい大事で、パフォーマンスが低い PC でより綺麗な映像を出力するっていうのはもう本当重要な課題。特に最近なんかはあのグラフィックスカードのパフォーマンスがまだ上限は迎えてないですけど、間違いなくこの成長速度っていうのは下がってきてるし、値段もそれと反比例するように上がってきてますので、こういうちょっとした、まあズルっていう言葉はあんまいいかも良くないかもしれませんけど、こうちょっとトリックを使って映像をきれいに見せるみたいなやつをきれいに適用することで、かなりローエンドなものでもきれいな映像が見れるようになると。まあローエンドのグラボで 4K 映像を見るとかもう理想ですよね。この機能がちゃんときれいに適用してくれるんだったら万々歳ですよ。ちょっとなんかこの部分に関してはもうごっちゃごちゃになった上に時間かかっちゃいましたけど、本当すいません。できればなんか理解していただけましたかね。私の説明がかなりひどかったので、まだわからないっていう場合はぜひコメント残してください。あのちゃんと台本作ってきれいにまとめた説明を出しますので、はい。で続いて見ていくのが、AMD が発表でいいのかな、しているフィデリティ FX っていう、確かデベロッパー向け、今週も私たち向けではなくゲームを開発してる側向けの機能なんですけど、機能じゃないな、オープンソースのコードパックみたいな感じのことを言ってた気がするんだけど、要はこの上で言ったレイディアンイメージシャープニングみたいな機能を開発者たち自身が自分のゲームに適用することができる、導入することができる、てか導入を簡単にするためのパッケージですね。まあデベロッパーたちにとってゲームの作成が簡単になるんだったらゲームの値段は下がるだろうし、ゲームはより早くいっぱい出てくるだろうし、文句はないですね。やったぜ。で GPU に関してはここまでとなります。長かったね。でここからはもうほんと短いんでさらっといきましょう。まず APU ですね。 APU 関連、 APU が2つ発表されました。 3200G と 3400G です。ただし3000シリーズでありますけど、全通に基づいているものでなく全プラスに基づいているものですので、12ナノメートルの CPU かつ、クロック数もちょい低め、燃費もそんな良くないみたいな感じですので、まあ気になる人はぜひ見ていけばいいと思うけど、そこまでこの3000シリーズ全通が出てきた以上そこまでわーっていうやつではないですよね。まあただしこの一つのパッケージ、 CPU、GPU 両方必要って人にとってはすごいいいものになるかと思います。多分ね、次世代この次の4000シリーズで、4000シリーズの4200G と 4400G っていうのは全2に基づいた CPU になるので、かつおそらく GPU コアがベガじゃなくてナビになるので、そこで 大幅なパフォーマンス増加が見込めると思うので、その時に買うのが一番いいかと思います。次世代の G シリーズ多分強い。 1080p ぐらいのゲームだったらもう GPU なしで普通にいけちゃう感じのやつになるかと思いますので、今の段階ではうん微妙って感じですね、正直。で最後に見ていくのがチップセットに関してですね。この X570 チップセットが Zen 2と一緒に発売されるわけですが、今のところね B550 のチップセットが発見されてないというか発表すらされてない、もう何もされてないんですよね。ノータッチ。今までこの推測としては X570 がこの一番ハイエンドなチップセット、いろんな機能があるし一番こうパワフルな機能だぜみたいな感じだったと思うんですけど、その次の選択肢として B550 があると予測されてたんですよね。大体の機能はあるけどこの一番ハイエンドの特殊な機能はないよみたいな、
ただし未だに発表されてないので、もしかしたらもう X570 がハイエンド、まあ、これは変わらずですけど、ミドルレンジが B550 じゃなくて、X470 になってしまうんじゃないかと。つまり最もハイエンドのやつを選ばなければ、こう例えば PCIe4.0 とかはついてこない可能性があるってことですね。まあ B550 が早く来ることを願いましょう。さて、ここまで行ってきましたが、今のところ私が見つけてる情報はこんくらいですね。テックチャンネルの方で見てくれてる方はありがとうございます。ぜひゲーム実況とか気になる場合は、なんだっけ、テック&ゲーミングだっけ、まあ元のチャンネルの方で見ていく、ぜひ登録してください。で、元のチャンネルで見てる方はそのうち完全に移行したいと思っているので、ぜひテックチャンネルの方にもご登録をよろしくお願いします。で、高評価よろしく。質問とか、今回特に長かったからね、なんかここわかんねーとか、こういう動画やってーとかある人はぜひコメントにください。さて、今回は以上となります。犬、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。